百州武道具店の動画。今日は鳩サブレの食べ方を練習します。鳩サブレ7段の私は袋から出す前にこうやって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 割っておくと、あら不思議、手が汚れないんです。さあみんな一緒に、こんにちは、百州武道具店の上です。やってますか。おー、今日はうちを強くする方法についてお話します。もう刺し面は卒業だ。こんな悩みありませんか。普段稽古をやっていて、先生からうちが軽いとか、刺し面だとか、撫でるような面だわとか、さえがないとかって言われたことありませんか。多分よ、強く打とうとすると遅くなるので、刺し面の方が早いと思ってやってると思うんだけど、実はねその先があるんです。講談社の先生がやってる面打ちっていうのは、小さくて速くて、しかも打ちも強い、そういう打ち方を今日はお教えします。今日このビデオを見るだけで、小さくて速くて強くて冴えがある打ちを打つ方法、それと切り手っていうことが分かるようになります。小さくてもパクッという強い打ち、どうやったら手に入るんだろうね。今日の動画は生意気言ってすいません、完全に自分向けに話してます。僕もこういう素振りができるように頑張りますので、一緒にやりましょう。正直今日の話はめちゃくちゃ高度な話です。講談社の先生がやろうとしていること、それでもできるだけ分かりやすく説明するので聞いてください。まずはこちらのビデオを見てください。このビデオは剣道時代さんに無理を言って許可いただいた上でお借りしました。剣道時代さんは海外で剣道している人向けにですね、剣道時代インターナショナルという YouTube チャンネルを作って、そこで情報発信されています。ありがとうございます。千葉雅史阪士八段先生の素振りの動画です。いかがでした？何のことか分かりました？なんでこの手の動きが大事なのか。コツは左手の切り手と、まあついでにまあ右手の押し手っていうのがあるんですけど、この一瞬の手の使い方にあったんです。みんな不思議に思ったことはないですか？例えば正面素振りをするときに、右手は肩のライン、左手は溝落ちでここで止めろっていうよね。でも面打ちって顎まで切れっていうじゃない、相手の顎まで切れ、そんなことって無理でしょって思ったことないですか。顎まで切ったら今度手元下がりますよね。そこで出てくるのがこの打った瞬間の左手の切り手って話なんです。正面素振りで例えば考えるとね、僕も含めてほとんどの人の正面素振りっていうのは、ピタッてこう右手でね、ここで止めるような、右手でブレーキをかけるようなしない操作なんです。これがまあ普通ですよ。多分僕もそうなってると思う。でも八段の先生方の素振りっていうのは全然違うんです。右手でブレーキをかけないんです。ここでしないが本当だったら止まるだろうなっていう場所の向こう側に行くんですよ。一瞬向こう側に行っちゃうんです。ここまでなら打てるけど、その先にしないが行くんですよ。これは手首を使って左手の切り手を使って向こう側まで行くんです。切り手とは何か。切り手っていうのは、打った瞬間だけ左手がここがへの字に曲がるんです。への字に曲がる。分かりやすく言うと、テレビのリモコンとかスマホを持った手の形、これできるよね。この手の形になってるんです。これはできるでしょ。でもね、なかなかね、普通はね、できないんですよ。こうできない。しないを持つと。どういうことかっていうと、右手でブレーキをかける人っていうのは、ここがまっすぐなままなんですよね。まっすぐなまま。まっすぐなままでしょ、ここが。そして、左手を意識してない人っていうのは、今度はね、すっぽ抜けちゃうんですよ。こうなっちゃう。抜けちゃう。これのどちらかです。こうなってるか、こうなってるか、どちらか。打った瞬間、への字になる。これが、最初に見ていただいたビデオでやってる、切り手っていうことなんです。ここへの字になる。一瞬ね。スパン。これがへの字になる。これが切り手。だから、八段の先生の素振りって、右手は肩の高さ。ね、肩の高さ。で、左手は溝落ちなんだけど、面は一瞬、瞬間的に顎まで切ってるんですよ。ピシッて切ってる。だから、竹刀がこう打った後戻るんだよね、一瞬ね。戻るようなところがある。これ、みんな嘘だと思うでしょ？論より証拠。もう一回ここで最初の千葉先生の素振りの動画を見てください。多分、最初に見た時とは違って見られるはずです。自分の目で確かめてください。今見れば、瞬間的に竹刀が
顎まで下がってるのがわかるから。特にいつも刺し面刺し面って言われてる人、たったこの一つの気づきで剣道が変わると思います。こんなことで普通気がつかないんですよ。真面目に稽古してても気がつかない。でもこれ気がついた人はまずそこをね、意識することができるんです。そこが大きいんです。以上が今日は切り手の話でしたね。打ちを強くする方法のビデオになります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。